株式会社小糸製作所です。おかげさまで弊社は今年創業100周年を迎えました。ランプの歴史100周年、私どもは次の世代に求められるランプを今年の東京モーターショーでご提案します。次の世代のランプと申しますと、今各カーメーカーさんが必死で開発をされている自動運転、それも完全自動運転に向けてランプの役割が変わるのではないかということで、今年のモーターショーの提案をさせていただいております。完全自動運転になりますと、必要な機能は周辺監視、それからヒューマンマシンインターフェース、それから詳細な地図情報、そして人工知能が必要となります。で、完全自動運転になりますとランプに求められる機能が変わってまいります。例えば今回提案するハイレゾビューでございますが、ランプの役割は運転者の視界を確保するだけではなく、車が自動運転できるためにいろんな周辺情報を監視する必要がございます。で、これそのコンセプトをこの一つのハイレゾビューというシステムにまとめ上げました。ここには光源、レーザーを使った光源が天井の中央に集中的に配置されております。そこから配信されるレーザー光源によってライティング、そして周辺のセンシングを行うものであります。これによりまして、ドライバーが自分で運転していなくても周辺を監視して車が自動的に制度等々の補助を行えるということをやっています。また自動運転になりますと悪天候下でも、例えば雨が降っている時でも周辺を監視して人を検出する必要がありますけれども、そういうことにも対応しているハイレゾビューシステムでございます。ランプの役割が大きく変わってきます。で、ドライバーのために人だとか対象物を照射するだけではなく、センシングが必要となりますので、私どもランプ技術としてはセンシングのための補助のためのライティング、そしてそれをさらにセンシングした後必要なところを照射する、例えば歩行者を照射したり、横断歩道を見つけたり、いろんな標識だとか障害物を見つけたりする必要があります。で、そこにセンシングのライトと視界のためのライト、これを両立させる必要がありまして、こういった技術をカーメーカーさんと一緒に開発をしていくことになると思います。で、それに先行した形でコンセプト提案をしております。で、非常にセンシング技術だとか制御技術が重要になっておりますので、私どもはもともとセンシング技術を一体で開発することを今までもやってきておりますけれども、これからはいろいろな大学だとか研究機関だとか、それから得意分野のメーカーさんとタイアップしながら開発をしていくんじゃないかというふうに思っております。私どもは LED ヘッドランプを2007年に世界で初めて搭載しました。そこからわずか7年の間に世代を5世代まで進化させて、非常にコンパクトで一灯で一つのユニットでロービームハイビームを実現できる世界初 LED 一灯式のバイファクション LED を開発しました。これが5世代ですか。それを搭載したのが今年のプリウスのモデル、それからコペン、それからソリオバンデット等々がございますが、ここにはごく一部が展示されておりますけど、今世界中で非常に多くの車種の受注をいただいております。非常に大きく省電力とそれから低コストを実現しておりますので、主流のランプに今なりつつあります。私どもの強みはですね、LED そのものが非常に高性能なもの、これは世界最高のものです。これを共同開発をしていること、それによって灯数、個数をですね減らすことができたというのが一つ、それからもともと持っています電子制御技術がございます。回路まで全部このユニットの中に一体化して非常にコンパクトにしております。これによって小さく軽くて安くて高性能、これを実現しているということが先ほどのたくさんの受注をいただいている理由になっております。小糸製作所は早くから海外展開をやっております。すでに現時点でも日本と海外の生産比率は
約7割ぐらいが海外で生産しています。でその生産に対応して各拠点、世界中の拠点に工場とそれから開発センターを展開しておりまして、海外各会社の受注にも応えられることができるようにしております。日本だけではなく開発センターもアメリカ、ヨーロッパ、中国、タイ、インド等では開発センターを持っていますので、現地での開発体制に備えております。海外は各カーメーカーさんが現地化を推し進めております。その時にそれぞれのカーメーカーさんによって違うんですけど、デザインを現地でやる場合は、海外でやる場合はそれに対応したデザイナーを育成しております。例えばタイではデザイナーを採用して実際のデザインを OEM さんと一緒に開発をやっております。LED の光源が非常に普及しておりますけれども、その次の光源としてレーザー、それから OLED、 この2つの新光源が登場してきます。でそれぞれ非常に大きな特徴があって、レーザーについては非常に高輝度で、コンパクトであるという特徴があります。高輝度でコンパクトっていうのは遠方を照射するのが非常に得意であります。それからコンパクトというのはランプを非常に小型化できるということで、まあ、コンセプトモデルでもご提案しています。それから OLED っていうのは非常に薄い厚さで均質の光を出すことができるために、ランプのコンパクト化とそれから省電力、それからデザイン、意匠性を大きく高める次の世代として開発を行っております。その一部が先ほどのコンセプト化に全部入っております。私どものコンセプトモデルにご提案したように、次世代は私どものランプに対する役割は大きく変わると思っています。で、こういった政策はそれに対応できるように早くから研究所を挙げて先の技術に取り組んでおりますので、今日見ていただいた内容に対していろんな期待が持っていただけるのではないかというふうに期待しております。